イタリアの画家であるパリで印象派の画家たちと活動したイタリア南部の港町バルレッタで生まれたバルレッタの画家ジョバンニ・バティスタコロの下で学んだ後ナポリの美術学校でロマン派の画家ジュゼッペ・マンチネ・リーア・ガブリエレス・スマルジアシに学んだ1864年にすでにナポリの展覧会で賞を得た1867年に パリに出て、歌唱のアドルフ・グーピルと契約を結び、よく売れる風俗画を描くことを求められた。パリで展覧会に出展し、少し知られるようになった後、イタリアに戻り、ベスビオ山などの風景画を描いた。1872年に再びパリに出て、この時はグーピルとの契約は結ばず、サロンド・パリに出展し、1874年に、 出展した絵画で成果を上げた。同じ年にナバールのスタジオで開かれた印象派の展覧会にエドガードガから出展を求められた。ドガは当時のパリに滞在したイタリアの画家たちテレマコシニョリーニ、ジョバンニ・ボルディーニ、フェデリコ・ザンドメーネギラと親しかった。デニッティスは5点の絵画を出展した。デニッティスの絵画を受け入れない印象派の画家もいて、その後デニッティスは 印象派の展覧会には参加しなくなった。その年ロンドンに渡り、ロンドンの人々を題材に描いた。1878年のパリの万国博覧会に出展した作品で高い評価を受けた。フランス政府からレジオンドヌール勲章を受訓した。パリで没した。ありがとうございます。